グラス号はイギリスのスコットランド南西部に位置する都市。人口は63万人でスコットランド最大である。イギリス全体でもロンドン、バーミンガム、リーズに次いで第4位に位置する。英国国内ではロンドンとエディンバラに次いで3番目に観光客が多く、年間300万人ほどがこの街を訪れる。15世紀創立の名門グラス号大学を要し、 産業都市であるとともに文化、芸術、若者の街として知られている。英語でノルウェー人やノルウェーノといった形容詞がノルウェージャンであるようにグラスウィージャンといった言葉が用いられる。移民が多く、かつては工業の街であった背景も影響し、地元の人々の英語方言はスコットランド鉛の中でも特に難解とされている。鉛が強いだけではなく、 グラスウィージャンの方言も使用されている。なお、スコットランドゲール語は、グラス号ではほとんど使用されない。1990年には、欧州連合の欧州文化都市に選ばれている。紀元前からクライド川沿いに集落が形成されていた。ローマ帝国はこの地に、全商拠点を設置し、ローマ支配下のブリタニアとケルト人やピクト人の住む、カレドニアの間に、アントニヌスの頂上を建設した。 グラスゴーの街は、キリスト教の聖人性文語の伝道により6世紀頃に作られたと言われている。これ以後グラスゴーは、スコットランドの中心として発展し、12世紀にはグラスゴー大聖堂が、1451年にはグラスゴー大学が創設された。16世紀に入るとクライド川の水運を用いた貿易が盛んになり、アメリカ大陸のタバコ、 カリブ海の砂糖などがこの都市を中継してイギリス国内に運ばれた。1707年にイングランド王国とスコットランド王国が合併、現在の連合王国としてのイギリスが成立する。そして産業革命が始まるとランカシャーで採掘される石炭と鉄鉱石によって工業化が進み、グラスゴーでは麺工業を中心とした産業が盛んになった。また、 都市の発展に伴ってアイルランド島からの移住者が増え、大英帝国、第二の都市と呼ばれるようになった。また海運を通じて造船業も発展する。ヨーロッパ最大の機関車製造会社、ノースブリティッシュロコモティブは、グラスゴーの企業であった。しかし、第二次世界大戦後、イギリスの経済が急激に悪化。他の都市と同様に、グラスゴーも、 イギリスの不況の影響を避けることができなかった。1960年代になると造船所の閉鎖が相次いだ。しかしクイーンエリザベス2号はこの時期にこの都市で建造をされている。1970年代から1980年代にかけても不況期が続き治安も悪化していた。1990年代に入ると金融などを中心に経済が持ち直し、現在では 地価が高騰している。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。ブキャナン通り、マーチャントシティかつては、ロンドン、パリ、ベルリンに次いで、ヨーロッパで4番目に人口が多く、1920年代から1960年代には100万人を超えていたが、その後は大きく減少した。原因としては、郊外のニュータウンへの人口の移動があったことと、 自治体の再編成があり、境界線が変更されたことが挙げられる。郊外都市を含めた人口は約120万人である。男性の平均寿命が70歳前後、女性も70代半ばと先進国の都市としては、際立って短い。この現象は、グラス号効果として知られている。15歳未満15.48%、 15から24歳15.76%、25歳から64歳54.46%、65歳以上14.30%軍艦の浸水式、スコットランド第一の経済力を持つ。古くは、タバコ貿易、20世紀前半までは、造船を、主もとした、製造業で発展した。世界的に見て、造船の力は弱くなったとはいえ、 海軍造船所があり、イギリスの造船業中心地である。欧州で16番目に大きい金融センターとなっており、電子機器、バイオ技術、コールセンターといった新しい産業も育っている。臨時電源及び冷凍、冷却温度制御機器レンタルソリューションの世界最大手、企業アグレコが本社を置く。スコットランドでは、エディンバラに次いで観光客が多い都市である。 グラスゴーセントラル駅隣のエディンバラとの距離は電車で40分、バスで1時間半ほどである。グラスゴー大学グラスゴーは1872年にサッカー史上初の国際試合が行われた街として知られている。試合はスコットランド代表チームとイングランド代表チームの間で行われ0から0に終わった。現在グラスゴーには5万人を収容できるスタジアムが3つ。 存在する。セルティックとレンジャーズはこれらをホームグラウンドとして利用するプロサッカークラブである。両チームの対戦はオールドファームと呼ばれ宗教的な背景もあって後者がスコットランド人、プロテスタント、世界でも有数のダービーマッチとして知られる。セルティックファンの間ではアイルランド国旗が掲げられスコットランドバタが掲げられることは稀である。 北アイルランドのプロテスタントの間では特にユニオンジャックが掲げられることが多い。良質なロック、ポップバンドを数多く輩出している。1980年代にはオレンジジュース、アズテックカメララポストカードレーベル税、1990年代にはザ・パステルズ、ティーンエイジファンクラブラを中心とした草の根的なコネクションが世界中のインディーズシーンに影響を与えた。 近年では、ベルセバスチャン、フランツ・フェルディナンド、トラビス、モグワイ、ザ・フラテリス、チャーチズが有名。グラスゴー出身ではないが、アバの曲、スーパートルーパーの歌詞には、グラスゴーからあなたに電話した夜という一節がある。赤サガンが建築材料としてよく使われ、街の特徴となっている。ジョージアン様式建築が主流を占める中、19世紀に、 ハイルと新古典様式やゴシックリバイバル様式が流行し、世紀末にはアーツクラフツ運動の発祥の地の一つにもなった。ゴシックリバイバル建築としては、1870年にジョージ・ギルバート・スコットの設計により完成したグラスゴー大学本館が秀逸である。19世紀後半のスコットランドを代表する建築家のキャンベル・ダグラスがグラスゴーに事務所を構え、 多数の教会を設計した。彼は明治政府の後部大学高校舎建設にも協力した。ウィローティールームズやグラスゴー美術学校など、チャールズ・レニー・マッキントッシュがデザインした建築物が多数あり、観光地化されている。元老地は、マイネーム・イズ・ジョーや、カルラの歌、優しくキスをして、でグラスゴーを舞台にしている。他には、ユアン・マクレガー主演の、両人日記、 リン・ラムジー監督の僕と空と麦畑、ジェット・リー主演のダニー・ザ・ドッグ、レイチェル・ワイズ主演のビューティフル・クリーチャー、ジェラルド・バトラー主演のディア・フランキーなどがある。ありがとうございます。